黒帯ワールドに琉球コブ動画登場。入魂会の伊波幸太郎先生80歳。親子で琉球コブ動の振興と発展に尽くしています。これから上は上がらないんですよね。腰を入れて上げて、こう上げて、はい、ピンと前にして落とす。実践にどういうふうにしてできるのかっていうことを、こう来たら、こっちが来てますので、下から見えないところから来るんで、武器によって体の使い方等々が違いますので、やっぱり楽しいではありますね。これで、やはり空手ができないと小武道ができないんですから。やっぱそうなんですか。はい、DVD大いなる遺産3武術の旅人の中身をちょっとだけお見せします。これひねりはしないですよ。ここで十分だから。そうこう取ってこう取ってこう取れない。これだけに力が集中してるさ、はあね、どんなにこの抜きというのは怖いかというのを受けさせて受けさせてるとこの稽古するんだ。おお、こっち来る、こっちです。おお、こっちに来るんですよ。おお、来た、はい、来た。で、そうするとき、そうするとこれから上は上がらないんですよね。おお、ね、はいはい、ね、で、これを腰を入れて、上げて、これ上げて、はい、マジピンと前にして、落とす。超実用的な動きが入ってるってことですね。あ、そうです、実用的じゃないと。そうですね。そうですけど、まあまあ、そうですね、うちの会長は、まあ、武道っていう、古武道ってついてますけれども、うん、やはり昔は古武術って、術ですので、実践にどういうふうにしてできるのかっていうことを、これで、もう入って足も取れます。やはり空手ができないと古武道ができないんですから。やっぱそうなんですか。まあそうでしょうね。対応すると。でも逆に棒側から見たら、はい、棒はトンフォアで対応する、いろんな組み合わせで考え、そうですね、考えながら、はい、大変ですよね。いや、逆に楽しいですね。なんか自分がこっち側に行ったりこっち側に行ったりとかで、はい、すごいですね。いや、逆にこっち側に来たり向こうの目線になるので、楽しみっていうか。確かに何百年何千年も前から伝わる武器の数々、生き抜くため、家族を守るため、遠い昔の人々が残した道具、そこから武術が生まれたのだ。武器を扱うことで体の動きが変わる、
型を理解できる、時代を超え古の技を学び続ける武術の旅人たち。パン入ってこれをスーッと振り捨てて反撃しました。おー、入ってます。おお、ちょっと繋がるんです。これも数種ですけど、相手が流しますね。はい、流して行くと、これから上は上がらないんですよね。腰を入れて上げて、おこれ上げて、はい、ピンと曲げて、ピンと落とします。DVD 大いなる遺産3武術の旅人、本編3時間、特典1時間、合計4時間。武器を知れば武術がわかる。 DVD 2枚組4時間、ぜひご覧ください。この終了画面から DVD の詳しい内容が見れますよ。クリックして見てくださいね。